フランス軍事顧問団。中央にシャノワール。1866年、シャルル・シュル・ピース・ジュール・シャノワールは、フランスの軍人。最終階級は、陸軍大将、陸軍大臣。シャノワールの表記も、フランス軍事顧問団の一員。慶応3年に、陸軍共感団を率いて来日、江戸幕府の軍事顧問団として、不評、砲兵、騎兵の、 いわゆる三平教連指導に当たった。第一次フランス軍事顧問団は、オーギュスタン・デシャルム、ジュール・ブリュネ・砲兵注意、アルベール・シャルル・デュブスケ注意、メッスロー・フェ中尉、注意、ジュール・ダン兵隊員・砲兵ヘ大アルテュール・フォルタン、アンドレ・カズヌーブ、フランソワ・ブッフィエ、ジャン・マルランを含む、士官6名、歌士官13名の総勢19名。母親戦争において、 フランス本国の中立方針に反して箱館まで旧幕府軍と共に転戦したブルネ大尉の脱走には暗黙の了解をしていたとされる。1868年11月に日本からフランスに帰国。以後、陸軍大将まで昇進し、1898年にはフランス第三共和制のアンリ・ブリッソン内閣の陸軍大臣に就任する。この時、 日本時代の地位に支えであるジュールブリネ少将を陸軍参謀総長に登用した。後にドレフィウス事件ではアルフレド・ドレフィウスの再審には反対したが、後に事件の長期化と混迷を招いた責任を取って退任した。日清戦争における利益を図った公として、1895年に明治政府から軍に当局日、重光明を授与されていた。ありがとうございます。